ついにですね、ようやく3つ目の土地が見つかりました。よっしゃ。はい、ということで今までの流れからしてあんまりぬか喜びすると、あの痛い目を見るっていうことはもうめちゃめちゃ学んだんで。そう、1話目で2回も借りる予定の土地が白紙に戻ったんですよ。それでだいぶメンタルやられました。まだ喜びを抑えてるんですけども、今回の土地はかなりいいです。海沿いで、しかも更地です。めちゃめちゃいい土地ですね。この土地で工場できれば相当いい工場ができると思います。とりあえず行政にここが実際に工場が建つのかどうかっていうのをまず聞いて、そっからねやっていこうと思います。はい、ということで沖縄部空港にやってきました。久しぶりのね、島外に行ってきます。今からですね、成田に行って衛星関連の話を聞きに行って、奄美大島に行って実際に土地が使えるかどうか情勢の確認をねしていこうと思います。ということで行ってきましょうか。というわけで沖縄部島からはるばる東京へ、そして成田にある衛生管理のプロの会社 KEI に到着。最近の増殖についてや衛生管理の観点からの設計も学びました。そしてここで大変なことが分かりました。魚をさばく部屋は一つでいいと思ってたんですけど、頭や内臓を落とす部屋と切り身とか加工する部屋は分けなきゃいけないんですね。この時の一坪あたりの鉄骨の相場が60万円だったので、部屋だけで600万円も見積もりが上がりました。さらに島の水は温度が高いので水道を冷やす機械も導入する必要が。これまた600万円ほどかかることに。それだけでは終わりません。出入り口に二重扉をつけなきゃいけないことも分かったので、さらに数百万円見積もりが上がりました。そしてその帰り道、奄美大島に向かい土地の確認をしてきました。いや、土地は使えるみたいですね。よかった。うん、いやただね、衛生管理想像以上にヤバそうですね。3000万ぐらい経つかなって言ってたんですけど、多分7000はいくな。うわ、やばい。小田さん、何やってるんですか？今図面描いてて、これを設計士の人に渡して、はいはい、イメージ通りのを作ってもらう感じ。ああ、なるほど。これが最初に作ったやつなんだけど、土地がダメで無駄になったやつ。もうちゃんと設計されてるじゃないですか。そう、この土地は結構良くて、はい、ここから搬入口があって魚さばいて、はい、でこれ加工して、これ梱包して冷凍して、はい、ここから搬出っていう、あ、もう流れができてたんだけど、すごい、同じ作業を2回、3回やってる。これ3回目です。もうすごいですね。毎回土地も形も違くて、 DIY さらに極められそうじゃないですか。そう、 DIY も一からできる。もう電気工事士も取ったし。そうですよね、うん、図面から。というわけで黙々と作業すること3時間。実はマサル、こういう作業が案外得意で、長時間やってもあんまり苦じゃないんですよね。そして完成した図面がこちら。よし、できたわ。印刷してもうちょっと細かいところを描いていく。そしてこの完成した図面を持って会議をすることに。というわけで図面の打ち合わせにやってきました。衛生面や動線、再現性など様々な視点からの意見があり、会議は5時間にも及びました。いやー、ついにできましたよ。5、6時間ぐらい今4人でいろいろとね図面を話し合ってて、こんな感じでプロの人たちと話すと全然違いますね。もうやっぱ刺激がすごいです。これです。あんまり分かんないと思うんですけども、こんな感じの建物ができる予定になってます。いや、本当にね、ここまで来るのがすごい長かったですね。うん、8ヶ月かかってますからね。まあ一人だったら多分5年かかってます、ここまで。いやー、めっちゃもう大変でしたね。誰が本当のこと言ってるのか分かんないですもんね。僕は素人なんで、まあ、ここでね本邦初公開と、っていうかまあ今一緒に事業立ち上げていただいてる。ちょっと映そうかな。うん、せっかくなんで。6時間ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。いやー、いいものができるといいですね。これでもう本当にこれからよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。頑張りましょう。頑張りましょう。はい、こっからですね、すごい大まかな図しか出しないんで、しっかりした図面出してそこから建築となります。ということで島に戻ります。というわけで島に戻ったマサル、ついに建設がスタートします。
はい、ということでですね、もう1年以上かかったな、長かったな。今日は地鎮祭って言って、建物を建てる前に土地の邪気を払う儀式があるんですけども、それを今日はねやっていきます。この日はたくさんの工事関係の人が集まってくれました。釜入れの儀を行っていきます。でもこれお供え物なんですけども、海のもの、赤旗ね、で山のもの、野のもの、この3種類をお供えするみたいで、島で取れたね赤旗です。はい、すごいね、こんな一 YouTuber がね、接種ですよ僕が、なんか感激ですね。そしてここから一気に動き出しました。はい、ということで2022年7月21日となりました。はい、加工場立ち上げからですね1年と3ヶ月ぐらいね経ってるんですけども、なんとですねようやく屋根ができたらしい。で今日はねその屋根をね見に行こうと思う。おー、だいぶできてるわ。すげー、おー、すげー、すごいなこれ。はい、ということでこの通り屋根が完成しました。すごいよねこれ。だいたいね1ヶ月半ぐらいかなでここまで完成しました。めっちゃ早いよね。うん、いやー、ここまでちょっとねだいぶもうね時間も労力もかかってるんで、正直終わった感がちょっと自分の中では出てきつつあるんですけど、まだまだこっからですからね。はい、こっから立ち上げまであと5ヶ月ぐらい、まだ気抜かずにねやっていかなきゃいけないといったところですね。実はですねこの屋根が完成したタイミングで上棟式っていうのがねあるんですよ。でその上棟式で何をするかと言いますと、なんとですね持ち投げをします。まあ、最近ねやるところも少ない中珍しいんじゃないでしょうか。でも僕は持ち投げをしますということで、どうやらですね365個が縁起がいいらしいんで365個投げます。でまあその中にお金も包むんですけども、365万円包みます。嘘なんですけども、はい、ということでね3万6500円をね積もうと思うんですけども、よっしゃ、両替行くぞ。奄美信用組合、よし、できたぜ。3万6500円分ですね。5円が100枚、10円が100枚、100円が100枚、そして500円が50枚あります。それでちょうど3万6500円分です。これ俺が住んでた山口県はさ、こういうお金が入ってるような上棟式持ち投げ参加したことないんで、まあ、あんま分かんないんですけど、これ絶対500円拾った子供たちとか絶対嬉しいんだろうね。まさか拾う側をやる前に投げる側から始まるとはね。ちなみにことづてでいろんな人にやる時間言ってるんですけど、どのぐらい来るんでしょうね。いっぱい子供たち集まってくれたらいいですけどね。まあ、ただ350枚しかお金ないですから、多くて350人しか拾えませんからね。せっかくの上棟式やからな、やっぱね楽しいイベントになるというような。さて現場に到着しました。子供たちは集まっているのか。すげえな、見て、すごいなこれ。すごいところまで来たな。今日は僕が主役ですから、はい。本気のお菓子用意しました。これを配っていきます。で餅ももちろん届いております。はい、こんな感じでね10円が入ってますね。これみんな喜んでくれたらいいな。肩いけるかな。今日一人欠員が出たんで、投げる側に相当肩に負担が来るはずなんで、ブンブン回しておきますよ。左でも投げれるように。皆さんね集まってくれてます、ありがたいよね。うん、もう今日はみんなに配れるように俺の肩をフル活動していきます。あとは時間あと5分ぐらい。お疲れ様です。はい、今のは本当に祝福の酒です。上棟式に集まっていただきましてありがとうございます。では雅美さんお願いします。今日はお暑い中、こんなにたくさんの人が集まっていただき、本当にありがとうございます。普段はですね、まあ、何十万人とかの前でやるような仕事をしてますけども、この何百人かの方がよっぽど今緊張してます。口がカラカラです。3年前にしまったばっかりですけども、皆さん受け入れていただきありがとうございます。選ぶの魚今全然売れないですけども、島の誇れるような魚にしていきたいなとこれから思っています。頑張りますので、皆さんぜひ応援よろしくお願いします。では持ち投げそろそろ開始します。持ち投げは無事盛況でかなり盛り上がりました。
いやめっちゃ喜んでてありがたいね。やばくない？見て、めっちゃでかい。では皆さんありがとうございました。ありがとうございました。まあいろいろ考えたけどそんな喋れんもんやな。まあ、あくまでこれはまだスタート地点ですから、こっからです。引き続きねやっていきましょう。今日はいい日だったんじゃないかな。うん、いい日になったと思う。そして倉庫を作ったりしてる間についに建物が、本日は9月9日となりました。水産加工場立ち上げからちょうど1年半ぐらいかな。屋根と上物がねほぼほぼ完成したということで、皆さんと一緒に見ていこうかなと思っております。すごくないこれ。で中入ってもいいらしいんでちょっと中入ってみようと思います。入り口はここの予定なんですよ。うわ、できてる。ここ入って玄関で、ここトイレや。意外と狭いなトイレ。ちなみに今いるトイレがここで、玄関がここ。こんなもんなんや。だいぶ狭めのトイレですね。こんぐらいなのかな。ここが魚さばく場所で、あれ断熱材入れてますねこれ。でここもさばく場所ですよね。ここが綺麗になった魚をさばく場所。迷路みたい。そう、ここの部屋とか濡れる部屋なんで斜めになってるんですよ。ここはここ斜めになってて、水がこうやって落ちるようにね設計されてます。次に移動したのは冷凍室。待って、冷凍庫重いのが広いんだけど。めっちゃ広いぞ冷凍庫。ここ冷凍庫なんですよ。ここバーンと冷凍庫で、この冷凍庫が高かったんよ。あの冷凍庫ってみんなが想像してるやつじゃなくて、なんかもう部屋です。部屋の冷凍庫ができるはずで、ここで梱包して、ここから配送ですね。これねもうめんどくさって思ったんですけど、ここ一旦扉ついて、ここの謎の間を一旦作った上でもう一個扉つけないといけないんですよ。図面上ではこの位置、二重扉にするためだけにこの部屋があります。こうしないと虫が入ってくるとか衛生管理的にはダメだって言われて、ここのスペースを余分に作るだけでプラスで100万ぐらいかかるっていう。大変ですよね。はい、おそらく工場のこのできる前のここの映像とか見ることなんてまずできないでしょうから、貴重な映像なんじゃないかな。そして1ヶ月の月日が流れ、待望のその瞬間が訪れました。はい、ということでですね、ついに機材の搬入が完了したようです。はい、ということでね、中見ていきましょうか。さっきまでは何もなかった部屋、中はどうなっているのでしょうか。はい、まずここがですね、作業着が置いてある場所ですね。工場っぽいでしょこれ。作業着着て、またあと帽子とマスクで、下のズボンも履いて、でそっから入っていきます。はい、まあでも今日はねまだオープンしないんで来ません。でここでまあ着替えて、足を洗いながら手を洗っていきます。もうなんかいろいろとね、加工場はめんどくさいんですよ。この手袋もね、なんか白いのはダメとかあるんですよね。なんか白いのだとちぎれて食材の中に入って混入してしまう恐れがあると。うおーすごいわこれ。こちらですよ。はい、まあ、いつものね撮影部屋にあるシンクもまあまあすごいですけども、こっちの方がね断然強いですよね。はい、しかも、まあ、今回すごいのが、まあ、こんな感じで、まな板を置いていくんですけども、ここにねゴミ箱を置くんですよ。まあ内臓だったりとかをブワーって、うん、そのまま捨てれるっていう画期的な商品でございます。まあ、この工場って結構トップレベルに高かったもの、こちらですね。はい、製氷機です。まあ、こんな感じでマックのジュースとかに入ってるやつですよ。まあ、これが1日ですね150キロぐらい作れます。まあ、これでねいろんなものを冷やしていきますね。この中のイカつい機械ね、これがね純水器とチラーって言うんですよ。ちょっとみんな頭痛くなってきてるかな。軟水器か、軟水器とチラーだわ。こっちってサンゴ礁の島なんで、水道水に炭酸カルシウムが含まれてて、炭酸カルシウムが詰まってくるんですよ。うん、でそれを取り除く機械と、プラスチラーっていう機械は蛇口から出る水を5度まで下げる機械です。こっちのね水道水の夏場の温度が32度ぐらいあるんですよ。32度よ。
そんな水道水を使った魚はもうやっぱネットショップとかじゃ売りづらいんですよね。皆さんこれ驚きの金額します。軟水器とチラ合わせて600万円です。まあ、アレルギー室っていう部屋になります。まあ俺めっちゃ唐揚げ好きじゃん。唐揚げ好きだからさ、フライとかね、ああいう小麦粉とかパン粉とか卵とか使った商品を作るにあたって同じ部屋で作るとね、まずいらしいんですよ。それを扱う用の部屋、よくよく考えたら確かに絶対に小麦入ってないやろっていう商品買って小麦が入っててそれ食べてアレルギーなんて死ぬ人がいるから、まあそれ分けなきゃいけないよね。なんでこれ結構ね厳重に分けられてます。はい、これはですね、包丁殺菌庫です。包丁を保存する機械ですね。でこの中に置いとけば紫外線で無菌状態にしてくれます。この機械がね、バンドソーっていう機械ですね。まあ、伊勢海老とかをこうやって、ね、切っていく機械ですね。はい、めちゃめちゃ危ない機械ではありますね。ここがですね、加熱室ですね。まあ、火を入れたりする場所ですよ。なんかもう給食室みたいな感じよね。ここがでっかい冷凍庫になってて、まあ、こんな感じですね。まあ、冷凍庫になってます。はい、まあ、大体6畳ぐらいですかね。まあ、本当はね10畳15畳ぐらいの冷凍庫欲しかったんですけど、ちょっとあまりにもね高くてこのサイズしか買えなかったですね。基本的には冷凍で商品販売していく予定なんで、もう本当にでかい冷凍庫を買いました。こんな感じで扉も閉めれます。まあ、という感じで、まあ、一応これで工場がねあらかた完成したんで、まあ、ここから保健所の営業許可証っていうのをね取りに行きます。で営業許可証っていうのを取りに行って、で、まあ、それがね多分ね3週間ぐらいかな、3週間ぐらいかかるんですけど、でそれを取り終われば仲買人っていう、まあ、漁師から魚を買う資格をね取りに行くんで、そこまでできるのがまああと1ヶ月後ぐらいですね。こうやって工場が完成してもまだ何もできないんですよ。まあ、もう1ヶ月ぐらい経って仲買をね取ってからまたここでね魚をさばいたりとかする動画を、ね、撮ろうかと思います。いや長いですね。はい、そしてここから1ヶ月さまざまな問題が発生しました。そのダイジェストをお送りします。ようやく工場が完成したということで、この日はわざわざ夜光貝を取りに行き家でさばいてきて試運転をすることにしました。準備は万端、うまくいくのか。やっていきますか。お願いします。よっしゃ、まずコンセントを挿していく。ちょっと待ってよ。え？え、ちょっと待ってよ。いやいや、そんなわけないやん、ね、ここまで来て。もう。え？ちょっと、わからん。疲労で、疲労のせいやろ。刺さる刺さる。合わんはずがない。だってそう発注したんだもん。え、企画が違う。まさか。いやいや、そんな。放送機側のプラグはこのような形。しかし壁側のプラグはこれでした。これでは入るわけがありません。ここまで準備して、え、伊勢海老わざわざ解凍して全部準備して、包丁準備して、マグロも買ってきて。もうこれはあるあるなんですけど、発注通りいかないことは日常茶飯事です。ただでさえ追い込まれてるので、こういうので一気に精神力が持ってかれます。え？ここまでやって、もう帰る。数日後コンセントを付け替えてもらい、ついに真空包装を試せることに。あとはこいつを起動するだけ。今日はキハダマグロの柵を3個も買ってきてる。スイッチオン。いけ。ここじゃなかった。ここだった。そういえば。
またすか。本にしますよ。結局コンセントの配線が問題だったんですけど、動画ではカットしましたが、こういう細かいストレスが無数にありましたね。もう2日徹夜で終わると思ったら4日目明け死ぬ死何が一番しんどかったか言っていいかな。俺お願いします。これなんか波風立たないかな。まあいいや、言おう、もう言ってしまう。俺ダンボール会社全然相手にしてくれない。ほんまに、なんかあのね、いちいちサンプル作ったりとか、なんか優しいダンボール会社ほんまにおらん。いやいや、ダンボール作るんだったらまず1000個発注しろよみたいな感じの圧があって、でようやくね、ちゃんとね取り合ってくれるダンボール会社がいて、本当はね真っ黒か真っ白にしようかなと思ってます。はい、でも結構ねこれいい感じでかっこいいよね、意外と。うん、マサルさん、どうしたんですか。疲れました。え、ただいま白紙に戻りました。7月30日に工場の工場長を募集して、ありがたいことに150人ぐらいの応募が来ました。人生をかけた人が応募してくるわけですから、まあ、僕の方で面接させていただいて、で、まあ、ようやく加工場の工場長決まりましたと採用通知を送るじゃないですか、こちらから。まあ、そこまでかけたのが1ヶ月ちょっとぐらいですよ。もう他の150人には不採用通知全員送りましたという状況で、やっぱり辞退させてくださいという、メールが来まして、ほうと、ほうと、おお、これはやばいぞと思いながら、まあでもまだ諦めんな、マサルと。ここまで結構大変なことあったけど、まだ諦めんなよと思いながら、もう一回先行して、もう一人に採用通知送らさせていただきました。で、まあその採用にもまあ2週間ぐらいかかってるんですけど、なんと辞退のメールが来ました。2ヶ月半も採用に時間をかけ、気づけば10月17日白紙へと戻りました。1年半かけて工場を完成させたのに、働く人がいません。こんなことある。150人いて2人連続辞退する人を引くのはちょっとさすがにきついな。採用超大変ですね。次の一手は何か決まってるんですか。次の一手は俺が工場長になる。もうなんか最近やること多すぎて、風呂入るの面倒くさくなって、なんか4日とか。そしてそうこうしてるうちに営業許可がおりました。はい、というわけで今日はですね、ついにこの日が来ました。1年半かかりましたね。はい、仲買がね取れました。まあ、仲買っていうのは漁師から直接魚を買う資格なんですけども、まあ、今日はですねそんな魚並んでないんですけど、まあ、ブダイを競り落として、まあ、ブドウ狩りとかをね計算していこうかなと思います。はい、では早速ね競りましょう。仲買としての初めての競りは、今までの漁師としての目線とは全く違う景色が見えました。競り負けたな。まさかの。まさかのね。まあいい経験ですね。
じゃあ明日も来ましょうかね。もうなんか潜りに行った方が早いかもしれんけどな。はい、というわけでですね、ついに工場が完成し、そしてなんとですね、この営業許可証も下り、そして仲買の資格も取ることができました。でこれで魚を買う許可もできたし、魚を売る許可もできた。もうあとはですね、進むだけです。はい、ここでマサルからのお知らせです。漁師の夜明けのネットショップがですね、1月23日19時にオープンすることが決定しました。でそれに合わせてですね、一つキャンペーンやろうかなと思っておりまして、漁師の夜明けのね、 LINE 公式アカウントを作ったんで、1月23日19時までに友達追加してくれた方の中から抽選で5名様にですね、なんとマサルが実際に取った魚をプレゼントします。で概要欄にですね、 URL 貼ってるんで、これも LINE の友達追加するだけでできるんでね、皆さんぜひねやってみてください。そしてですね、もう一つ特典があります。で今回海産物と一緒に僕が直筆で感謝のメッセージも入れさせていただきます。まあ、実際にオープンの直前にね、夜の海に潜りに行って、それをプレゼントするんで、ちょっと何が届くかっていうのはまだ言えないです。ただまあおそらく伊勢海老か夜光貝かブダイですね。そしてもう一つ概要欄にね、漁師の夜明けネットショップの URL があるんですけども、そこをクリックして飛びますとメールアドレスをね入力する画面がありまして、そこでメールアドレスを登録していただいた方の中からさらに抽選で5名様にねプレゼント送ります。 LINE の友達追加してメールアドレス登録すれば、もう当たり確率2倍なんでね、ぜひ皆さんやってみてください。はい、ということでラストスパート頑張っていきます。それでは